杉平竹は、キシメジカ杉平竹族のキノコの一種であり、死亡例もある、毒キノコである。杉若会、杉若、杉カヌカ、杉カヌカ、杉もたし、杉耳、杉ナバシラフ白ミ耳ゴケ、おわけなど地方により、様々な俗称で知られる。なお、杉平竹族は一族一種の一重型である。晩夏から秋にかけて杉、 松などの新葉樹の倒木や古株に群生する白色の木材普及菌で分布は広く北半球の温帯以北の地域で発生する傘の大きさは2トルから7トル前後円は内側に巻き白色の傘に無柄で形状は耳形から線形に成長するヒダも白色で密度は高くヒダの中ほどに枝分かれがあるなお 食用の焼き二毛に似ているが、焼き二毛は、傘に、ぶなさルの腰掛けに似た年輪のような模様を生じるため、模様の有無で見分けることができる。2004年の食中毒事例発見以前は、食用種とされていたため、杉間伐材を利用した原木栽培のための研究が行われていた。しかし、新鮮な原木では発生せず、1年から2年。 放置した原木に資金を摂取してから、小実体発生開始まで3年から6年、必要であることや、発生量が少なく採算性に乏しいことから、商業生産に向けた栽培試験は行われなかった。そのため、細いため利用されず、山林に放置された間伐材を普及させる用途が提案されていた。また、人工培地栽培では、栄養成長が、 極めて遅く、かつ成長変異があり、品種ごとの適切な栽培条件が見出せていない。杉平竹は2004年までは主に北国において、優秀な食用キノコとして知られ、味や歯触りに癖がないことから食用として、広く知られていた。ところがこの年の秋、人気脳障害を持つ人が食べて、急性脳症を発症する事例が、相次ぎ報告され、 本種が関与している疑いが強くなった。同年中に、東北、北陸9県で59人の発症が確認され、うち17人が死亡した。発症者の中には、腎臓病の病歴がない人も含まれているため、政府では原因の究明が進むまで、腎臓病の起用歴がない場合でも、本種を食べるのを控えるように呼びかけた。 ゲリや腹痛などの消化器系の中毒症状はなく、食べた後、2日から1ヶ月程度の無症状期間があり、初期症状は意図しない筋肉の収縮や痴漢を繰り返す、新鮮や発音が正しくできない、高温障害、歌詞の麻痺を示す。その後、意識の混濁や昏睡などの様々な意識障害を起こし、回復までには1から2ヶ月程度を必要とするが、 回復期には、パーキンソン症候群に似た症状を呈することもある。病変は、規定核、死傷、前触り、大脳皮質深部等におき、組織学的には、随症の崩壊とアストロサイトの造成が特徴である。また、血清浸透圧や血清ナトリウム値の急激な変動を認めず、血液脳管が門機能が障害を受けている。 臨床的にはこの脳症の症状は炎症性ではなく、端から端が随症崩壊症に類似した病態が推定されている。特異的治療方法は確立されておらず、対症療法として人工透析や脳炎等の合併症状に対する治療が主となる。杉平竹が原因とみられる急性脳炎が2004年以降急に発見された原因について、 農学博士の吹き春と清光は、著書の中で2003年に交付された、改正感染症法の存在を指摘している。それによれば、当時流行していた SARS などの進行感染症や、炭素菌などのバイオテロに対処するために、感染症法が改正された際、急性脳炎が全数把握対象疾患に指定されたことにより、急性脳炎の患者が発生した場合、 行政への届出に届出が必要になった。そのため、その翌年のキノコのシーズンになってから、これまで、食金として著名であったために原因として、全く疑われていなかった本種と、急性脳炎の関連性が詳しく調べられるようになり、その結果本種の毒性が初めて明らかになったのではないかという。合わせて、吹き春は、 杉平竹が突然変異したのではないかという説について仮に本種が突然変異して毒化したとしてそれが東北北陸の広範囲で同時に起こりさらにもともとの毒を持たない本種を2003年から2004年の間に一気に駆逐したとは考えにくいと述べている2004年以降の調査及び研究により有利シアン、シアン排頭体、レクチン、脂肪酸類 異常アミノ酸類が原因物質として疑われているが、致死性毒成分の特定及び分離と発症基準の解明には至っていない。2014年時点においても様々なアプローチにより解明が試みられており、以下に主な研究を挙げる。近年の分子系統学の研究によれば、放来竹科に属している。ありがとうございます。